はい、今日は車探しのご依頼いただいたプリウスに入庫しました。まあ、今回はもうとりあえず急ぎでってことでご相談いただいてからその日に車が決定しました。早いですね。そう、まあ、車探しってなんか時間かかるイメージないですか？相談に行ってどういう車を買うかとかっていろいろ決めて、じゃあ探します、1週間2週間長いと3ヶ月とか、まあ、こだわりのあるこう条件がいっぱいあると確かに時間かかるんですけど、まあ、急ぎで今すぐ欲しいよっていうお客様も車探しで十分いけますので、はい、本当に今車がなくなっちゃった急いでるとかね、軽自動車とかだったら特に早いです。まあ、普通車の場合は車庫証明があるから、車庫証明取得して納車ってなるとまあ2週間くらいとかね必要になるっていう感じです。じゃあ今回の条件は、今回の条件は何でしたっけ？1個だけですよね。そう、プリクラッシュセーフティーがついてればよくて、で走行距離がいくつ以下でしたっけ、10万、うん、10万以下で、で状態も、まあ、そこそこ悪くもなくめっちゃ良くもなくみたいな感じですかね。はいはい、っていうことで車を探しました。プリクラッシュセーフティーがついている、でグレードが絞られるんですよね。そうです。これは一番いいやつですかね。 G2 リングセレクションのレザーパッケージ、はい、G 以上がつくんですかね。で、G がオプションで、はいはいはい、このグレードは標準装備だけだ。 G2 リング以上はもう標準装備だよってことですね。はい、ということで標準装備です。はい、でこのグレードの場合は LED ヘッドライトも標準ですよね、多分。なんか普通プリウスはこうどうでしたっけ、プロジェクターと普通の1個2個なんですよ、多分、うん、多分2個です。でこのプロジェクター2個でなんかこう三眼になってるのはちょっと珍しいです、うん、あと中レザーっていうのも珍しいです。はい、であとまあ言い忘れたんですけど、この車はワンオーナーです。はい、でボディがパールホワイトで中が黒で、レーダークルーズがついてるよっていう車ですね。はい、オートオークションの評価でいうと、まあオートオークション今回この車はこう2箇所に出てるんですけど、まあ1個の会場では 4.5 点ですよ、でもう1個の会場では4点ですよっていう状態で、まあどっちの評価が正解なのかなっていうのはちょっと悩んだところですね。まあでもなかなか出てこないので、うん、まあ急ぎっていうし、まあ行きましょうっていう感じで、はい、はい、行きました。はい、まあ外装も傷ありますし、へこみもあります。まあ、へこみは後ほどお話するとして、まあ、今回はデントリペアも使って板金塗装なしのこのへこみ直しっていうのを紹介したいと思います。はい、はい、なのでまず外装を見ていきましょう。ボディはパールホワイトで、まあ、前期モデルですね、うん、はい、今回のご予算に収まるのはこの前期モデルですよっていう。で、まあ、前期の中でもそこそこ状態がいいものを選びましたっていう感じですね。これがロービーム2個光るのかな。ここのレンズも結構綺麗ですね。ウインカーでフォグランプですね。ちょっとライトつけてみますか。はい。スモール。ロービーム。ハイビーム。ウインカー。フォグランプ。あ、2個がロービームですね。うん、で、ハイはここですか？ここでしたね。ああ、なるほど。で、フォグランプが一番下だよって。はい。で、ウインカーがありますね。はい。はい、じゃあ次は後ろを見てみますか。はい、今ね、ちょっと気づいたんですけど、リアフォグのスイッチがあります、この車。ってことは、めったに見ないですよね。めったに見ないんですけど、うん、多分バックフォグ付きですね。どこがバックフォグなのか。今、フォグ消してるんですよ。うん。お、つきましたね。そこ。おぉ。希少だ、これは。希少ですね。普通はここバックランプなんですかね。他のランプちょっと見てみますか。はい、はい、ブレーキです。ウインカーで、これがバックです。ブレーキはどこがつくんですか。今ついてるところが強くなる。あ、より明るくなる。そう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 。で、ウインカーですね。で、ウインカーで、
反対側がバックだった。あ、ここがバックなんですね。あ、そうです。あ、なるほどなるほど。でナンバートは普通の電球ですよっていう感じですね。そこが反射板になっていると、うん、おー、バックホグ付きはかなり希少ですよ。あと今回の車は純正オプションのエンジンスターター付きです。おー、いいですね。まあ、なので、まあ、バックホグついてたりとかエンジンスターターついてるので、もう寒いところで乗ってた車なのかな。あ、はい、まあ、そういう感じがしますね。まあ、下回り1回、まあ、リフトで上げてみたんですけど、まあ、サビもそんな出てないので、まあ、がっつり雪具になんかエンカルでやられてるよみたいな車ではないです。でこのまま外装を見てみましょう。はい、ドアが A1、 サイドステップ A2 になってます。ドアが A1、ちょっと仕入れたばっかりで汚れがついてるのと、毎日雨で濡れてるからちょっと分かりづらいこういうのが H って感じなんですかね、うん、この黒いの。でもこういうのタールだから溶剤で拭くだけで落ちますね。これは、まあ、それか A1 ってここのちょっと擦れてるのかなって感じしますよね。まあ、これも磨けば簡単に落ちるレベルですね。まあ、4000なのでそんな超ピタピタじゃないよっていう感じなんですけど、あ、こういうとこも傷が映りますか、このカメラで。うん、小傷ですね。深くはないです。磨けば落ちるっていう感じですよね。まあ、あとこういうドアノブのところとか、まあ、細かい傷があるけど、まあ、磨けばこの子は輝きそうだ。あとはサイドステップ A2、 ああ、サイドステップ A2 はこれだ、この下のところは A2 って感じですね。もうかなり下目なので、こう立ってみれば全く見えないのでそんなに気にならないかなっていう感じがします。あとルーフが U1 でへこみありになってますね。どこがへこんでるんですかね。え、どこがへこんでんの。え、プリウスのこの屋根の形状がへこみだよって思ってるとかないですよねそれはないかまあちょっとわかりませんね。お、真ん中。あ、これ、これ。ああ、はい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 、あれですね。多分全然気づかなかった。多分あれですね。まあ、気にならないレベルかな。もう本当に気になるようだったらちょっとデンテルケアで出すって感じですかね、うん、はい。リアバンパーが結構傷が多いよ。 A2U1、 A2 で結構傷で、まあ、へこみもあるよっていう状態の表記になってます。あ、ここら辺の、あ、荷物を乗せたこのうっすら跡みたいな、あ、そうっぽい、このこういう感じですね。へこみあります。どこ、ああ、はい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 、はい、ああ、うっすらなってますね。気になるかっていうとわからない感じですね。ああ、まあ A2 って多分この荷物のこの乗せたり下ろしたりするところでこう全体的にうっすらあるよで A2 で撮ってる。これは磨きで完全に綺麗になりますね、こういうの。映るんですかね、この。映ってますよ。黒く見えるのは傷なんですけど、この爪が引っかかるものじゃないから全部磨けば落ちます。綺麗になる。テールも綺麗ですよね、だいぶ。ここも、なんか、プリウスにありがちなガサガサになってないし。うん、やっぱり、この子は、蘇生がいいですね。はい、で今回一番大きいへこみ傷はこちらの U2。 映りますかね。まあ、ここが結構へこんでるので、このくらいの範囲、高さでこのくらい、幅でこのくらいですね。ここの袋がかなりないんですよ。ここまでは鉄板が合わさってて、でこっから先がうっすら袋だから、今日デントリペアさん来てもらうんですけど、
ここが合わさっててかなり厳しくて、このプレスも折れてるからちょっと直りきらないかもしれないですね。実際どのくらいここが綺麗になるのか、まあ、かなり腕のいい方が来てくださいます、ね。まあ、ちょっともしもこの動画撮っていいよとかくださったら撮ろうかなって感じです。ダメだったら直った後だけご紹介っていう感じになります。はい、で、あと、こっちの側面はそんなに目立った傷へこみはないですね。サイドステップに A2 があります。まあ、深い傷ですよとか、広い傷ですよ、ペイントヒビもあります。あ、ここですね。ここが当たったよっていうことですね。こう何かがあって。ガッとちょっと当たって、押し上げたからここにこう、細かい筋が入ってますね。まあ、ここはちょっと後で納車前にこうタッチアップして目立たないようにして、で、ちょっと磨いてやるっていう感じで、納車でいこうかな。あとドアミラーは傷がなくて、まあ、綺麗ですね。で、ボンネット、特に傷の表記はないんですけど、まあ、確かに傷か傷じゃないかと言われれば、このなんかゴシゴシ拭いた深い傷。ちょっと僕たちが塗装の仕上げで使ってる、なんていうんですかね、ちょっと水研ぎみたいなのを入れて、で、その後、磨くっていう感じにちょっとやってみようかな。深いです、これは。ここもちょっと深いかな。ここなんかのシミになってるかもしれないですか。うん。まあ、こことここはちょっとそのやり方でやってみて、まあ、塗装がどのくらいの厚みかによりますけど、ガンガンやるのかやらないのか、まあ、その、雰囲気を見ながら、まあ、綺麗にしたいと思います。鳥糞拭いたんですかね。ああ、鳥糞がシミになったかもしれないですね。でも皆さんこれ鳥糞ね。鳥糞ってついたらその日に取んなきゃダメです。あの塗装化します。特に黒だと2日置くとも完全にダメになっちゃいます。なので、鳥糞ついたらそのうちに、その日のうちに綺麗にしましょう。はい。はい。あとフロントバンパー A1。これですね。下側。ちょっと吸ってますっていうことです。まあ、こうしゃがまないとわからないから気になるか気にならないかっていうと、まあ人によりますけど、そこそこの程度を求めるなら全然気にならないのでいいかなっていう感じですね。はい、外装はこんな感じです。はい、まあ、クリアランスソナーもついてるし、ね、ヘッドライトウォッシャーもついてますから、まあ結構快適に使える車です。じゃあ次内装を見ますか。トランク開けます。お、もう結構綺麗ですね、うん、ここがあのなんかちょっと汚れがあります。こう手で持って引いたみたいな、これ、うん、これは綺麗になるのかな。ちょっと綺麗になるかどうかやってみてどうかってことですね。で、中はあ、物入れになっていて、この下ってあるんですかね、クリス。タイヤがありますよ、スペアタイヤ。あ、スペアタイヤなんですか。パンク修理じゃないんですね。スペアタイヤでしたね。あ、本当だ、スペアタイヤキットですね。ああ、はいはいはい。このスペアタイヤも全然使ってないですね、この線も残ってるし。まあ、で、ここがハイブリッドバッテリーだよと。まあ、バッテリーが結構後ろにあって、プリウスは室内空間を結構広く取るようにできてるのかね。その代わりちょっと収納はそんなないような感じなのかな。まあ、でもシート倒せばすごい乗りますよね。そうです。プリウス。まあ、後部座席めちゃくちゃ広いですし。まあ、修復歴もないので、まあ、こういうところも純正のシーリングが残ってますね。あ、そうそう、サンマルプリウスはなんかこのトランク水没する車が多いから。へぇ。まあこれはそういうのもないんですよ。いい感じです。うん、まあ、サンマルプリウス水没するかしないかはもう車の状態に関わらず運です。どっから入るんですか。この中の方からこうドロ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 、こっちの中からドロドロドロ。へぇ。多分あのダンパーがこうゴムブッシュゴムブッシュでこう合わさってるから、そこが経年劣化でこうガタが出てくるとそこから入る。へー。まあ、ここにダンパーの付け根があるんですけど、はいはい、まあ、そういうところはね、構造上仕方ないかな。ボーマルカラーでそういう付き方じゃなくなりましたからね。あ、はいはい、
いはい、じゃあ改善されたわけですね。そう、この車内にこうダンパーは貫通して出てないですからね、はい、まあ、そういうところも改良されてるのが、まあ、50からかなっていう気がします。はい、じゃあ中も見ましょう。で、レザーパッケージなので、まあ、レザーです。はい、ちょっとグレーっぽいレザーなんですね。うん、まあ、内装変な匂いは特にしないですけど、なんかこのこれって何年車でしたっけ、2012年とか、うん、平成24年とか、平成24年、まあその当時のちょっとレザーみたいな匂いがします、ね。ああ、はいはい、室内に。ここもレザーなんですね。柔らかいですか。すごい柔らかいです。ソフトパッドです。まあ多分レザー調っていう感じで、このなんか革張り風になってますね。ここは全部柔らかいです。ここは普通の硬いプラスチックですね。ここも硬いプラスチック。ここが4席全部柔らかくて、いい生地置きになってますね。まあ使用感ありますけど、まあ4点で B ならいいのかなっていう内装ですね。まあ、マットがちょっと汚れてるので、これはまあクリーンなやつですね。まあ、シート自体はそんなに悪くないです。ふわふわです。で、ドリンクホルダー。あ、で、ドリンクホルダー2個ですね。まあ、こういう作りは基本は全部他のプリウスと変わらないですね。はい。こちら運転席ですね。8万キロ走っててレザーシートなので、まあ、このくらいのシートとこの若干の切れとかはまあ仕方ないかなっていう感じですよね。まあ、あと真っ黒じゃないので、このジーンズの跡とかも残ってます。青いジーンズの跡。まあ、レザーシートはジーンズの跡必ずつくので、まあ、跡がつくのが嫌だよっていう方は、まあ、レザーシートはなるべくね、避けた方がいいかもしれないです。まあ、これもレザーシートクリーナーで、後で綺麗にして、納車します。はい、あとこちらが運転席。まあ、ここも柔らかい素材ですね。ここは肘を置いてたのかなっていうようなシワがちょっと見られますね。で、スイッチは、ああ、フルオートなんですね、全部。プリウスは全部オートなんですね。なるほど。で、ここは硬い素材になってますね。うん、後ろと一緒です。で、あとこちらがカード入れ。ETC がついてないんですよ。なので ETC は後でここに取り付けて納車をする予定です。ここはヘッドライトウォッシャーとかドアミラーの操作がついてます。はい、じゃあちょっと乗ってみましょう。はい。で、こちら運転席周りです。まあ、ステアリングスイッチがついていて、まあ、ここで話ができたりとか、電話かけるできる。フリクラッシュセーフティー付きなので、こちらにボタンがついてますと、ここにはクルーズコントロールもあります。ちょっとエンジンかけてみましょう。プリウスは立ち上げるとこんな感じです。ちょっとオープニングがあって、エネルギーモニターがあったりとか、あとシフト、スピードメーターとか、まあ、センター部分に全て表示されるタイプですね。まあ、ヘッドライトがついてますよとかもこちらに映ります。あとナビ周りはこうなっています。純正ナビですね。こちらがエアコン操作部になっていて、まあ、シフトは電気式になっています。プリウスは、まあ、この塗装が剥がれやすいんですかね。この P のところが塗装がなくなっているのと、ここも多分白くこうもう一個あると思うんですけど、まあ、そこも擦れてますっていう感じですね。まあ、気になるようだったらこのスイッチは交換でもいいのかなと思います。で、あと奥、こちらが助手席運転席で、こうシートヒーターがついてます。まあ、レザーシートなのでシートヒーターがあります。で、こちらがドリンクホルダーと、ここにもドリンクホルダーありますね。で、これはどうやって開けるのか、あ、はい、ここが小物入れになってます。はいはいはい。あ、で、AUX がついてるのと、シガーの 12V120W がついてます。はい、で、助手席の方もこの上と下で両方、
収納があって収納はかなり多いですね。で助手席がこのようになっています。助手席は使用感が少ないですね。はい、で天井、ここがサングラス、メガネ入れになっていて、ああルームランプは電球ですね。ちょっとこちら、はい、バニティミラーはと、あとこちらも電球の照明がついてます。こちらもついてると思います。照明とバニティミラーとバニティランプがついています。天井はベージュで、特にヤニ汚れとかそういった汚れもなく状態はいいです。まあ後ろも広く感じますね、こうやって見ると。はい、じゃあ内装はこのような感じです。ステアリングはこれレザーパッケージなのでウレタンじゃなくて、レザーになってる感じですね。はい、縫い目もあります。はい、まあ内外装こんな感じなので、まあ、今日から仕上げていきます。まあ急ぎの車なので、今週末、今火曜日なんですけど、今週末金曜日にはちょっと納車をしに行こうかなと思ってるので、かなり急ぎになるんですけど、ちょっと頑張って仕上げていきたいと思います。月曜日に入ってきて、火、水、木、3日間で納車準備をして、まあ、いろいろやりました。はい、何やったんですか？まず左後ろの大きなへこみ、デントリペアで直しました。うん、はい、ちょっと本人出演 NG ということで、はい、あのちょっと多分音声なしで、あの、うん、作業風景をちょっと入るかなみたいな。はい、であとボディは全体磨きましたね。でここら辺のかなり深かった傷も、まあ、8000番のサンドペーパーで、あの機械の、で傷を消してから磨きました。なくなりましたね。はい、ボディはすごく綺麗になったんじゃないかなと思います。でコーティングも、ね、しましたし、フロントガラスもガラス専用のガラスコーティング、鱗取りをして施工しました。はい、であとは外装でいうとタイヤ、横浜のブルーアースエコタイヤの新品に4輪交換しました。これも昨日入ってきて、ギリギリ間に合ったって感じですね。でボディ側面も小傷があったのはもう全部綺麗になくなりましたね。綺麗ですね。はい、ちゃん萌えが磨いたんですけど磨きました。はい、後ろまでかなり綺麗に、こういうところのバンパーの傷もかなりなくなりましたね。なくなりましたね。うん、すごい白さが復活しました。うん、であと問題だったこちらのへこみ、ここにこうボコンとへこんでて、でへこみもね、最初はここだけだと思ってたんですけど、このドアのこっちくらいまでへこんでたんですよね。うん、デントリペアさんに来てもらったら、ということでこのクォーターとドアをこう両方きれいにして、まあ、できる範囲で手込み修理をしました。うん、プレスもこう綺麗に出ましたから、ね、うん、いいんじゃないかなと思います。あと、もともとこの車って窓に鱗ないですか？この後ろとかなかったですね。なんかベースは撥水してましたよね。うん、洗ったら、しました、まあ、フロントガラスは綺麗になり直したので、うん、まあ、これでかなり内装、そう、いいですね、内装ですね。で内装はマットがね、黒ずんでたんですよね、結構。うん、なので一度外して高圧洗浄でシャンプーで綺麗にして、はい、まあ、中も一通り綺麗にしたって感じですね。はい、まあ、こちらのマットも最初よりはだいぶ綺麗になったんじゃないかなと。うん、最初動画撮ってました、結構って。撮ってたかもしれない。あ、結構黒かったんですよね、こういうところも、うん、茶色黒いというか、うん、
まあ、現場に乗ってきてた車とかかもしれないですけど、うん、まあ、匂いもないですし、だいぶ良くなったかなと思います。はい、あれ動画の最初でジーンズの汚れって映したんでしたっけ？多分映しますね。あ、まあ、取り切れなかったんですけど、まあ、このくらい取れればかなりいいんじゃないかなと。はい、ちょっとベージュグレー、グレーのレザーなので、まあ、取り切るのに結構大変ですよね。はい、はい、であとは、まあ、伝送品も今回ご希望で、あのドライブレコーダー、うん、コムテックさんですね。まあ、BL スタイルでつけるときはもうコムテックさんしかほぼ使わない、うん、まあ、夜間もちゃんと撮れますし、うん、LED の信号とかにも対応してて、万が一事故とかあったときにね、ちゃんとして証拠として使えるように、まあ、しっかりしたメーカーを使いましょうということです。で、ETC もつけました。もうカードオイルだったんですけど、ETC はね、あの現代に合わせて 2.0 のもので、はい、音声で案内するタイプをつけました。はい、はい、ということで3日間でね、外装内装仕上げて、伝送品もつけて、タイヤも変えて、うん、最速じゃないですか。最速ですね。昨日全員休日出勤ですからね。いや、間に合ってよかったですね。間に合ってよかったです。ということで、今から県外に納車しに行ってきます。はい、行きましょう。はい、はい、ということで、 BL スタイルは車のお探し専門店です。店舗に在庫はありません。まあ、今回この車のように急ぎって言った場合は、今回 0.5 日で車探してますけど、まあ、急ぎの方にも対応してますよと。普通車の場合は、まあ、車庫証明があるので、まあ、2週間くらいはかかっちゃいますけど、軽自動車だったら早ければ1週間くらいです。まあ、会場からここに届く、ね、日数にもよりますけど、結構早く納車できますという感じです。で、車探しは無料です。で、来ていただいて相談していただいて、まあ、いろいろな装備とか状態とか予算とか一緒に決めて、車探しを開始します。で、車探しをしている最中に他のお店さんでいい車があったっていう場合は、車探し中断ですと言っていただければ OK です。特に売り込みとかね、全くないですし、まあ、探して買っていただけるのであればそれでいいかなっていう感じですね。はい、はい、ということで、今回もありがとうございました。はい、ありがとうございます。